3日連続飛び続けました。なんなら飛び方がダメでやり直してましたから、ね。IDA ワールド、うん、3位でしたね。3位でしたね。どうでした伊助さん的には、この結果。3位っつったらでも銅メダルだからね。まあそうですね。うん、だから入賞できたってことはおめでたいことだけど、まあもちろん1位目指してやってたから、はい、うん、悔しいって部分あるし、うんうん、でもやっぱ嬉しいって気持ちもあるし。まあそうですね。まあ、おめでたさと残念さのカフェオレ状態。カフェオレみたいな感じ。カフェオレみたいな感じ。ドミ君的にはどうだった？僕的にはそうですね。まあなんか僕ももちろん世界一になりたいっていう思いで最初からやってたし、うん、なんかその思いで取り組めたことが良かったかなって思ってます、結果的に。もうその、なんだろう、3位だったっていうことよりも、なんかやっぱそこに対して世界一になろうって2人で言って、うん、まあ、2人で使った時間とかがあって、なんか、うん、あんまり不満は感じなかったですね。もともと3位っていう結果に関しては2人で遊びの延長線上でっていう部分もあったけど、やるからには本当、うん、天下取りたいっていう気持ちでやってたから、うん、すごいいい経験になったよね、うん、だし、なんかまだ実際僕ら始まったばっかりだし、うん、で始まって結成して3ヶ月で世界3位になれたわけなんで、うん、まあ、もちろん一番になりたかったけど、今回はなんかその1位だった US のチームとかのルーティンとかも見て、なんだろう、僕は全然めちゃめちゃかっこいいと思ったし、なんかその負けてもなんかそのなんて言うんだろう、なんで僕らの負けなんだみたいな風には思わなかった。思わなかったし勉強にもなったしね。こういうのが評価されるとか、なんか見え方とかいろいろ伸びしろを感じたよね。成長できたと思います。なんかそのやってる中でジャパンからワールドまでの期間でも相当なんか成長した気がしますね。そうだね、3ヶ月といえどすげえ濃かった気がする、うん、とりあえず、うん、ID238 世界一にはなれませんでしたが、うん、組んでよかったってことで、うん、いいですか？もちろん、それはもちろん。まだ始まりだからね。3ヶ月って、だってこれから多分何年かやる、うん、そうっすね、かもしれないし、うん、だし、実際今年取れなかったから世界一、来年絶対取りたいですしね。そうだね、モチベすごい上がったから、てか、取らずに終わることは嫌ですしね、僕は、でいろんなとこでパフォーマンス見せたいしね。そう、そう、そう。あと組んでよかったと思えた理由のまた一つとして、その2人でやってることによって興味を示してくれた人たち、DJ バトルとか、テーブリズムとか、スクラッチとかに興味を持つ人が、少しでも増えたんじゃないかなと僕は思うんですね。そうだね。だし、DJ とかもともと知ってる人とかでも、クラブとか行ってる人とかでも、この2人で一緒に演奏するっていうそういう形っていうのを初めて知った人もいるんじゃないかな、知らない人が多いと思うし、なんかスクラッチとかに興味を持ってくれるきっかけを少しでも作れてる気がしてるので、もっともっといろんな人に見てもらいたいですね。見てもらいたいね、いや、すごい楽しいもんね、やっぱリアクションとかがあったりすると、だからたくさんの人の前でもっともっとやりたいっすね、どこでも行こう、どこでも行こう、結局オンラインバトルでそう、撮影とね、で、大会も人前じゃないから、カメラに向かってずっとやってましたからね。これでいいんじゃないですかって感じでぬるっと撮影終えて、終わったのに終わったんかなみたいな、不思議な体験なんだよな、オンラインの大会って。本当になかなかですね。練習は楽しかったですね。練習は楽しかった、本当にね、練習楽しいんだよね、やっぱり。相当な時間やった気はしますけど、笑ったしね、結構、ただなんか撮影はしんどかったですね。撮影はしんどかったね、だからオンラインバトルはマジで、
うん、いいとこもあるけど、うん、出てる人みんなリスペクトですね、うん、だから本当、うん、現場でやりたい、現場でやりたい、現場でやりたいっていうのはやっぱ撮影しんどいけど、うん、現場の本番は楽しいでしかないから、うん、で見てる方も絶対楽しいだろうし、うん、音の伝わり方とかも違うと思うし、うん、本当共有したい、この見てくれてる人と一緒にですね、うん、生でね、うん、もうそうなれるといいね今年は。もう登場シーン狂って回るの何百回もやりたい最初はあれ俺飛んでなかったしな俺もじゃあ飛ぶよ俺も飛ぶよって膝痛くなったからっすねだいぶ膝痛くなったからっすね狂って飛んですぐやり直しになる3日連続飛び続けましたなんなら飛び方がダメでやり直してましたからそこ一番大事みたいになってきちゃってるまあということでですね、2022年も、ID238 として2人でね、たくさんの人の前でショーができるようにまだまだ腕も磨いていきますし、チームワークも上げていきますし、とにかくもっともっと、まあテーブリズム広める、スクラッチとか興味持ってもらえる人を増やせるように2人での活動もこれからもやっていきますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。このね、楽しさ、面白さ、共感できるように、いっぱい表現していこうと思うんで、見てろよ全国のイベンターの皆さんぜひブッキングしてください。お願いします